シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようこの件は夜フォージャー使ってくってやつで。さあ、というわけで今回は夜さん使っていくぜ。で、夜さんすごいたくさん魅力あるんだけども、まあ、その中でも、ワンパン SS、強力な友情コンボ、無属性耐性 M や毒無効といった防御面、そういうのが挙げられるんだけども、まあ、今回は動画で、ワンパン SS と、まあ、強力な友情コンボの方を、ね、見せていきたいと思うぜ。それでね、このワンパン SS なんだけども、これが、まあ、弱点露出します。で、停止後に最初に触れた敵を攻撃するというもので、まあ、これがね、ボスであった場合、ボスに向かってバーンと張り付いて、そこをバチャバチャチャって切って、なんか回ったりもしたり、で、最終的に最後真ん中に向かってボーンとダメージを与える。まあ、要するに、ちょっとキリトっぽい SS。だから、まあ、弱点を狙っていかなくちゃならない。必中ではないから。だから今回この、夜さんはゲージを外して超暗示減速壁をやめて壁に張り付いたりしてやると、そういう戦法ができる。まあよ、それでも全然ダメージ出せるし、 SS 弾短縮あるから、まあ早く撃てるし、クエスト中に複数回撃つ可能性もあると。で、さらに言うと、そのクエストの仕様によってはすげえダメージね、もっとダメージ出せることもあるから、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなというところだぜ。で、今回はまあそれも見せていけたらなという感じでやっていくぜ。さあ、というわけで複数のクエストを、まあ、ワンパンとか友情コンボを使ってやっていこう。さあ、というわけでまずは、簡単めなクエストで、友情コンボを見ていこうか。まあ、この撮影時代は一番最後にしてんだけど、ちょっとまあ軽く打っていこう。このパワー、おー、いいね。なんかすごい斬新な友情コンボの出し方だったけど、全然ね、バラージでもやってたね。さあ、で、ここは、まあ、でっかいたまたまをぶちかます。はい、一瞬一瞬すぎる。いや、これは本当に強いでしょ。で、このボールは、ダウトが持ってるもので、しっかりと高難度でも通用するから、これがでかいよな、本当に。はい、一瞬。で、このパラパラは、サソリとかそういうね、硬いモンスターにもパラパラパラって入ってダメージを出すことができるから、まあ、そこも優秀と。まあ、低難度周回はちょっと、まあまあ、まあ、わからんけどね、ちょっと。で、シールドンにぶち当てて倒せるかな、これ。はい、完璧。おお。で、次は、ボス戦。まあ、ここまで来たらもう、一発で、もう、終了していこう。もう、一発で終わらせよう。さ、これは、友情コンボを直でぶち当てる。はい、オッケー。消し飛ぶ。結構、次のゲージも飛んでるんじゃない？この威力だったら。おー、いいね。で、これも、ぶち当てる。はい。とんでもね。それで、次がボスさんで、ここはどうしようかな、ちょっとゲージを外してみようか。ゲージ外して2人分、まあ1個でいけると思うけど。 OK。 さあ、でラストだな。ラストが当てれるとしたら12か。まあ1体で十分でしょう。本人の殴りもちょっと入るけど。おお、危ねえ。いやー、強力でしょう。オッケー。というわけで次からは、結構な高難度で、使っていくぜ。早速やっていこう。いや、いいね、本当に。さあ、というわけで今回はまずコンプレックスに SS をぶちかましていくぜ。まあ、コンプレックスですごく適正なんだけども、コンプレックス自体が弱点持ってないから、その露出することはできない。だけどもこのクエストね、すごいダメージ出せるから。で、地雷をね、今回は1、2個残したい。それで見ていこう。行ってこーい。うわー、これ行くな、左。頼む、1個ぐらい残して。お、持ってる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 。あ、行った、これ行った。おっ、見た、あの一発の威力。地雷持ってほぼ1ゲージ分ぐらい持ってたよな、バーンって。
まあ、こんな感じでね、コンプレックスではすげえダメージを出すことができる。まあ、コンプレックスの体力が、まあ、低いんだけども、まあ、こういう風になっているぜ。オッケー、それでは次。ということでね、友情コンボも見ていこう。まず、2P の友情コンボぶち当てていきますか。これ、有益ついてる。超バランス。おおいやー、正直よ、俺でも熱き有益、どうしようか悩んでんだよな。過激重視か、有益つけるか、これみんなの意見書いてほしいわ。倒せない。倒せない。倒せないみたい。ロック食らったな。まあ大丈夫か。これで、なんで、まあいいや、倒したからいいけど、まあ過激重視でいくか遊撃つけるか。でもこのやっぱり友情コンボほんと強いから、こうないのでね、全然活躍してくるよ。おい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 、マジ、え、相当出てるぜこれ。あ、でも遊撃も全然ありだな、これ。ここどうなんだろう。あ、まあまあ、ここは、まあさすがにっていう感じはあるな。ちょっと地味削りになっていくと思うけど、これは左をぐるっと回って、下行ってみよう。うん、オッケーオッケー。まあでもここはさすがに地味削りだな。いや、でも友情コンボやばいな。さあ、予想通りマジ地味削りだったわ。オッケーオッケー。これで突破できると。さあ、これでボスに SS を打っていこう。あ、で、さっき言った通り、結構弱点に当てるのが難しいんだけども、このクエストは原則壁あるから、それを利用して配置していくぜ。さあ、友情コンボ。はい、オッケー。残るんかよ。残るんかい。で、シンシスのたまたまが3つ登場。ね、たまたまを3つ持ってると。オッケー。あ、惜しい。ギリ届いてなかった。はい、オッケー。さすが夜さん。ということって、配置していくんだけど、あ、待って。この原則壁ってどんな、あ、危ない。外すよ、外す。原則壁って、ちょっと動くな。じゃ、これ、上行こう。一旦上行って、降りてこよう。届くかな？行ってこーい！しょ！え？ちょっと待って。あ、クリティカル出るんこれ。うわ！オッケー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 。隠し仕様だわ。クリティカルあった。クリティカル出ます。まあ確かに殴る回数多いから、クリティカル、どうなんだろうな。まあ、出ますと。オッケー。あ、こいつは残るわ。あー、クリティカル出るんか。まあでも最近の結構ワンパン系は出るよな。普通に。よかった。まあそれ確認できてよかったな、本当に。まあ夜さんの運極というか、まああの、ラックスキルとか、まあそういうのが生きてくると思うけど、まあ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 。そこをね、重視するっていうわけではないけど。さあ、ここも同じような感じで、まあ、最後に SS をぶち当てていきますか。これはまあ、友情コンボ拾って、こんな感じで。いや、でも、この、ボール、名前忘れたわ。このボール、マジで範囲広いし、本当に強いよな、これ。で、夜さんのいいところっていうのが、友情コンボね、ショットガンな、バラーショットガンかな、そっちの方がついてるから、まあ、サソリとかそういうキャラクターね、硬いやつも倒すことができると。まあ、デイナイト周回ちょっと、どうなんかなっていう感じはあるけど、まあ、万能タイプだね、ほんと。それで、これは倒しておいて、次の 3P の夜さんで、上の原則壁、下原則壁で終わり。行ってこーい！はい、オッケー。という感じですわ。いいね。
いや、まあ、使ってて結構楽しいかな。まあ、やっぱこの SS とやっぱ友情コンボ、いいね。しかも、まあ、短縮ついてるからね、早めに何回も打てるというところがいいよな。さあ、ちょっとこれは、短縮あるから結構早めにワンパンできるからいいかなと思ったんだけど、やっぱ魔法陣持ってないから、ここで採用っていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思った。オッケー、いいよ。でも、1段階目でもこれぐらいでもしっかりとね、ワンパンできてしまうと。オッケー、まあ、これね。という感じでした。いや、いいね。ちょっと使ってみたいとこあるから、ちょっと行ってみるわ。さあ、ということで、28の極、ここを接待なしで、ワンパンできるのか、ちょっとやってみよう。で、今回やっぱりね、コントロールが難しいということで、ヨルさんの上の2体倒すとか、ヨルさんのターンに SS を打って、下の雑魚処理して、最後に右の赤いパネルに止まって、横に向かって弱点をね、バーンと貫く。そしたらワンパンできるんじゃないかなっていう風な戦法で今回やらせてもらうで。オッケー。最初に触れた敵だから、ほんと右に止まらないとダメ。左行った場合は、ビットの可能性もあるから。で、これは特にやることないから、悪さしないように、このジンジャーをね、倒していくと。原則壁、これ好きなんだな。さあ、というわけで、ヨルさん撃っていこう。まあ、これはほぼ確実に弱点に止まるような気がするけどな。いいよ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 、そこに止まってー、登場クルパワー。おお、カンスト、結構余裕じゃなかった？でも左まで行ってなかったけどな、弱点。おお、すごっ。待って、そう考えると結構今後もやばいぞ、普通に。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。